はい、それじゃあ2部ですね。2部ですね。はい、じゃあ疫薬山水毛、はい、7回目に入りますね。そうですね。はい、じゃあ煎じということで、はい、そうですね、はい、はい、お願いします。一応ですね、前回までに、山水毛のですね、解説、解釈は終わりましたね、はい。今日は山水毛を使いまして、木を立てる。そうですね、ね、皆さん方が問題の答えを知る場合に駅に聞くわけですね。そして駅の答えが山水毛と出た時にね、どこに重点を置くかというと、辺のところに重点があるということで、辺のところの項を見るわけですよね。初六から上級まで6つ項がありますからね、辺のところに答えがあるわけですよね。まあ、コインで言えば1枚違ったコインを用意した、ね、そこですね。ちょっとですね、コインのですね、表裏のことをここに書いておきましたけどね。あ、本当です。ちょっと見てください、はい、ね、山水毛というのは下からですね、一番下が裏ですね、はい、コインの6枚を皆さん方が手の中でですね、順不動にしていただいて下から順番に並べていくわけですよね。一番下が裏の時、これが陰ですね、はい。2番目が表の時、これは陽ですね。3番目が裏の時、これは陰ですね、はい。また4番目が裏の時、陰ですね、はい。5番目も裏の時、陰ですね。そうですね。そして6番目が表の時に陽ですね、はい。コイン6枚を使えばこの木が出るわけですよ。ね、10円でも100円でもいいですよ。そして1枚だけ違った種類のコインにしていただきますね。そうですね。その違ったところのコインが出たところが、それが辺ですね、はい。重点なんですよ。例えば主力に辺があると、その主力が答えなんですよね。そして初六のですね、この項とこの項の解釈と、それから私が今から申し上げます煎じですね、煎じ、煎じでですね、問題の答えが出ればもうですね、復帰は考慮しなくてもいいんですよ。復帰というのはですね、もともとの本家で答えが出ない場合に復帰を見るわけですよね。復帰はですね、もともとの項を裏返しするわけですよね。例えば一番下が陰であれば、これを陽にしますと別の答えになるわけですよね。三択損という答えになるわけですよね。これは復帰ですね。大体分かってこられたと思いますけれど、まあ分からない方もですね、今から勉強していただけば分かりますよ。復帰というのは、もともとの家の陰陽を逆にしたものが復帰なんですよね。復帰は本来の家のですね、裏に潜んでいる、そういう家であるから復帰というんですよね。潜んでいる家、潜在している家ですね。ではもともとの家の煎じを申し上げますね、はい。例によって、鈴木義次郎先生のですね、煎じをですね、利用したいと思いますね。初六、はい、初六の煎じですね。初六が6枚のコインのうち違ったコインであった場合が、ここが変でここに重点があるということですね、はい。その場合の煎じですね。この場合の煎じですね。では申し上げますよ。煎じはですね、従来の態度を改めて現状を打開しなければならない。私欲に惑わず人のために持ち得れば幸いが得られる。不義不正なれば大凶である。願望は整うが十分ではない、ということですね。なるほど。願望は整うが十分ではない。
したがって、これはですね三角印ですね。まあ、悪くもないけど、まあ、不十分ってやつですか。そうですね。ではこれからですね大まかにですね丸三角四角でですね表示をいたしますね。それもですね何度もやっておりますから分かっていると思いますけれど、ここに大まかなですね、ことを書いておきましたね。なるほど。黒丸今日ですね、白丸が基地ですね。そして敵印は大凶、白丸二つが大基地です。そして基地は白丸、今日は黒丸ですね、はい。ペケ黒三角、丸ペケ三角ということでですね大まかに表示いたします。6種類ですね。そうですね、6種類ですね、はい。これは大まかな表示でございますからね、皆さん方はこの工事の意味と、それから今から申し上げますね戦時をですね、十分頭に入れていただいて反対していただくといいんでございますけれど、丸三角ペケでですね大まかなことがご理解していただけるように、いわば略習ということで、書いておきます、はい。ではこの復帰を検討いたしますと、これをひっくり返すわけですよね。そうですね、ひっくり返します。ひっくり返しますと、はい、陽光ですね。三択損という件になりますね。三択損、これをひっくり返しますと三択損という件になります。三択損ですね。三択損、これはですね、まだやってませんね。これは7番目のところでやると思いますけどね、大まかにですね順番を変えておきますと、64章の41ですか。41、はい、これは23、はい。三風子が18、4番目が54、最後ですね。これから59、これは7ということで、まだいずれも勉強しておりませんけれど、そうですね、順番に勉強してまいりますよ、はい。三択損というのはですね、これはまあいわば損して得取れという件でございますけどね、現在は損なんですよ。なるほど。どこから来ているかと言いますと、基準の木はですね、これは地天体という系なんです。地天体ね、うん、ああ全体で言うと、うん、はい。三択損という系はですね地天体から来てるんですよね。地天体というのはですね天下太平という系なんですね。天下は太平であるね。これをですね一家に見ますとですね家の中がですね十分ですね整ってですね幸福に暮らしているという家なんですよね。地が上にありますね。全部ね、地が上にあります、はいはい。天が下にありますね。そうですね、全部分かれてますね。地が下に下がりますね。天は上に上がりますね、はいはい。陰陽がこれは重なるんですよ、交わるんですよ、はいはい。というのは陰陽が交わるところからですね物がみんな生まれるわけですよね。したがってこれはめでたい家なんですよ、地天体というのはね。なるほどね。この家から来ておりまして、三択損というのはですね、地の一つを取りまして、こ
それを上にやるわけですよね。これはどういうことかと言いますと、上が君です、君主ですね。下が人民なんですよ。人民の財産を剥奪して君主がですね、それを取り上げて贅沢をするという権なんですよ。国家滅亡の権なんですよ、ね。したがって、三択損という権はですね、損なんですよ。損の権ではございますけれど、いつまでも損じゃありませんよ、ね。損はやがて得に変わるんですよ、ね。したがって、三択損というのはですね、今目先は損でございますけれど、我慢しておれば、ね、利益となって返ってくるから悲観しなくてもいいよという権なんですよね。そういうですね、三択損という権がこの初六の権の下に隠れてると、隠れてるということをご承知いただきたいと思いますね。これは復権ですもんね。復権です、はい。復権はですね、どうしても見なくちゃならんという権じゃございませんからね、無視してもいいんですよね。念のために、申し上げました。終わりました。では次に参りますね。はい、三尺というですね、復権がございますけどね、元々の毛はもうかぬケチ、フォーを入れる、ケチ、こう、意を良くすということでですね、はい、詳しく解説申し上げましたね。ああ、全然解説。悪いページありませんよ。はい、そうですよね。もう前のものをですね、積んでやって、もう開いてやる、啓蒙してやるという件ですね。うん、婦人を入れてよろしいですよ。子がですね、長男がですね、よよくしますよ、うん、ね。父なき、あと家をですね、はい、長男がしっかり守りますよ、そういう家でしたね。そうですね。これはいい家ですよ。丸ですか。そうですね、これはまあ20丸ぐらいにしておきましょうかね。そこまでいいですか。うん、いいですね。まあ一時丸ぐらいかな。さあこれを追って考えまして、難しいですね、大事に申し上げましょう。わかりました。はい、ではですね、先陣を申し上げますね。はい。急に指導者には基地、はい、指導者ですよ。なるほど。得をしたって人が集まってくる。普通の人に会っても大抵は無理である。願望は整う。おお、いいですね。願望は整うわけでございますから。この毛はいいわけですよ。はい、うん、大体この毛は全体ですね、そんなによくありませんからね。ですよね。まあ、この程度で満足していただきたいと思いますね。まあ、この中で一番いいんですかね。そうですね、一応ですね、まあ私は二重丸にですね、かろうじてしておきましたけどね、他にはですね、二重丸ありませんからね。ないですね。どこか一つ二重丸にしようと思うと、まあこの毛ぐらいしかないんですよ、ね。なるほど、うん、ですから、まあこれは、まあ、二重丸にしていきましょう。まあ全体の二重丸ということはなしに、この、まあ、この毛の中で二重丸ですね。ね、はい、あとは一重丸が一つありますけどね、はい、それは順々と申し上げていきましょう。では、このですね、先陣は申し上げましたね。先陣は申し上げましたから、では復権ですね。はい、復権はですね、三尺白になるんですよ。三尺白ね。これを変えますと、要が陰に変わると三尺白。三尺白になりますね。三尺白。三尺白は23番。三尺白。ね。これは破滅の刑ですよね。あれだだ。というのはですね、陰の毛がどん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 上がっていくわけですよね。陽が一つ残っとるだけですよ。あ、本当だ。それがもう一つ上がりますと、これが吹き飛ばされて陽が消えちゃいますからね。なるほど。三尺白というのは陽がですね、消えちゃって下に転がり落ちるわけですよね。
これは山の毛ですけど、山が崩れ落ちて平地になるわけでございますよね。ね。したがって、わかりやすく言うと、破滅ですね。破滅しますよという意味が含まれてるわけですよね、産地悪は。怖いですね、うん、じゃあ。20枚から一気に。したがってですね、この木が出た時には、一応20丸で喜ぶんでございますけれど、だからといってですね、喜んでどんどん進んでいってはいきませんよ。地道に地道に進んでくださいよということを含んでるんですよ。慌てて進むと産地悪ですと、から破滅してしまいますよという意味があるわけですよね。怖いですね。ですから、いいと言っても怖いんですよ。ね、うん、そのことをご注意願いたいと思いますね。はい、じゃあこの辺りでいいですかね。いいですか。はい、はい、じゃあ、今日は2ついきましたね。では2ついきましたね。はい、はい、じゃあ続きまた次回お願いします。ありがとうございました。